everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオから旧名古屋お送りいたします。もうね、名古屋もだいぶ暑くなりましてね、でまたコロナの影響でですね、外にも出ずにね、くっちゃね、くっちゃりしてるからね、ちょっと太ったかな。でもね、脇汗が止まらないマスクマンでございます。はい、お隣。だいぶ暑くなってきましたよね。そうですね、はい。暑いのでまたアイスクリームを食べたりしたんですが、今日はちょっとね、この後、今日不在の味噌煮込み好きについてちょっとお話ししようと思ってます。名古屋のダンサーズでございます。はい、はい、で今週のテーマですね、節約。メールアドレスは qnagoya@kyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM 技能湾で検索してください。またインターネットラジオ配信サイトリッスンラジオからも放送しています。地域選択から九州沖縄 FM 技能湾を選択してください。この後ですね、22時18分頃からですね、名古屋は栄養コーナーを、ね、やりますんでね、皆さんお聞きくださいね。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭長首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイトザ・カバーズ絶賛発売中、大城バデサの R サプライ個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、陸上海上輸送一貫サポート東海協和、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、はい、今日はですね、うん、味噌煮込み好きお休みなんですけども、ですね、まあ今日ですね、実は手術をしておりまして、で、手術の方は、うまくいきまして、で今きっとですね、病院で寝てるとは思うんですけども、ちょっとですね、足を痛めまして、その手術をしております。決してですね、公共手術ではないですので、はい、いや、それも大事かもしれないよね。あ、そうなんですか。いや、そういうことはですね、もうね、年齢的にも無理だと思いますので。いやだ、まだまだこれからですよ。そうなの？そうですよ。やっぱりね、はい、今ね、やっぱり年齢を重ねるごとにね、はい、必要になってきますからね。あ、う、あ、ん、これですか。うん、やっぱりね、みそちゃんのね、ビキニ姿も見たいな。はい。あれ何も言わないよね。ということでですね、はい、じゃあまず最初のメールから、はい、じゃあお願いします。ですね、はい、こんばんは、今回は節約ですか。名古島さん、島名さんからですね、ありがとうございます。ありがとうございます。私は節約ってあんまり考えたことがなかったんですが、今回の新型コロナでこれからは節約を考えないとなと思っていました。一つだけは、最近は年を取ったせいか、綺麗な箱とか袋を捨てないで貯めてしまうようになりましたが、最近は買い物も
ものも行かなくなり、綺麗なショッピングバッグなど少なくなりました。これから先は節約と贅沢しないを少しだけ心に留めておきたいと思います。ありがとうございます。そうですね、ありがとうございます。はい、まあいろいろね、今なんかだとビニール袋ですか、いろんなそのショップのね、はい、それも、お金がかかるようにね、うん、なってきてますんで、マイバッグなんかをね持参してね、お買い物していただきたいなと思いますね。コンビニもですね、確か袋が有料化なるんですよね、うんうん、そうですね、あれ、7月からですよね、多分そうかな、確か、うん、はい、有料化になると思いますので、ぜひですね、無駄な出費なくすにはやはり袋を用意した方がいいですね、うん、そうですね、はい、いいですか、じゃあ、はい、はい、マスクマンさん、名古屋のダンサーズさん、こんばんは。こんばんは。今週もよろしくお願いします。みそりこみすきーさん、お大事に、会お祈りいたします。こちらは卵屋さんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ節約ですが、食堂の残り物を分けていただき、リメイクして食べることがもしかして節約？大変助かってますが、ついつい揚げ物を買ってきてしまい、少々体型が涙。でも沖縄のタコライスのミンチ、タイのガパオライスのミンチ、先週はタイのマッサマンカレーのルーを分けていただき、これは自分じゃできないな、できないので分けてもらうと大変嬉しいです。画像は分けていただいたマッサマンカレーとコロッケです。マッサマンカレー美味しかったですということで。王子もマッサマンカレー知らないですね。マッサマンカレーこういう風らしいんですけども、これやっぱり実際見たいですね、うん、どんなカレーかっていうのは、ね、食べてみたいなっていうのもありますね、結構、はい、外国のねカレーなんかとちょっとクリーミーな感じのものが多いんじゃないですか。タイカレーとか。ああ、そうですね。同じような感じですかね。ココナッツミルクが入っているようなものですよね。うん、またそれをね、揚げ物にね、はい、ね、これを置いてですね、カレールーかけて食べるとね、はい、そりゃ太るよね。このね、沖縄タコライスですけども、まあミンチ、いろんなミンチありますけども、本当に、ね、今ですとこういったレトルトのパックがあるので、うん、簡単にできてしまいますので、レトルトのパックと白ご飯と、うん、なんかレタス、うんうんうん、とトマト、はい、うん、であとチーズ、うん、これだけあればですね、うん、できてしまいますので、そうですよね、まあ、あっという間にできます、うん、はい、本当にお手軽な、タコライス、皆さんご賞味いただければと思います。はい、続いてですね、はい、対沖縄からぴょんぴょんです。ありがとうございます。日曜日に断捨離していると、1枚の茶封筒、なんと1万2000円が入っていました。あら、ラッキー。なんだ、うん、忘れていた大金、ラッキー。そうでしょ、やっぱりラッキーだよね。自分のへそくり忘れていました。忘れちゃダメよ。あいい、あそう、へそくりですか。もうね、やっぱりね、王子もね、よくね、いろんなものをね、隠すわけではないんですけど、はい、置いて忘れること多いんですね。で、そうすると、たまに、あ、500円玉がここにあったとかさ、はい、ね、でも最近はね、ちょっとね、ボケてるのかな。ね、私ね、メガネかけてるんですけど、メガネ置いてね、朝起きるとどこにあるかわからない。もうね、探すのが大変。あ、まあね、そうですね。いや、というかですね、いいですか、ちょっと。どうぞ。ちょっとこの T シャツ、ちょっとツイキャスの皆さん見えますでしょうか。はい。リューティーっていうこの T シャツ。はい。着てるんで、着てるんですけども、ツイキャスご覧の皆さん。はい。実は、リューティーのみなみちゃん、先週ですので、なぜ先週着なかったの？え？そうだよね。ふざけるなー！そういうね、あれがね、全然ないんだよね。デリカシーのなさが。いや、デリカシーじゃない、滑ってるんですよ。滑ってるんですよ。やっぱり？はい。もう今日はね、ここぞとばかりにね、来ましたけどね。はい。先週のが良かったよね。そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。なんで先週着ないの？ダンサーズに声を大にして言われちゃいましたけどね。いや、もうこの滑りっぷりが彼の特徴で、かつ寒いね。え、寒い、うん、そうなのかな。もう今日は暑くてしょうがないからね、これはいい T シャツがあると思ってね、はい、来たんですけどね、はい、ちょっと間違えましたね。はい、大きく間違ってます。あらま。じゃあ続いてですね、はい、
旧名古屋の皆さん、こんばんは。こんばんは。読谷村のフルムーン怒りです。ありがとうございます。ありがとうございます。私は買い物した後に出たお釣りを、積もり貯金に、積もり貯金することにしました。缶切りでしか開かない缶詰型の貯金箱へ貯金し続けました。約2年近く小銭だけ貯金していました。半分近く貯まってきたのですが、細長い貯金箱だったので、待ちきれなくなってお釣りが出た。お札もその貯金箱へ細長く折り曲げて入れることにしました。貯金箱の入り口が折り曲げたお札でいっぱいになり、小銭すら入れなくなった状態になるまで貯めること。さらに約1年。その貯まったお金は約4万円でした。あ、すごいですね。このお金で長年の夢だったオーダーメイドの革靴を買うことにしました。しかし金額が貯めた分の約3倍近く高い。でもどうしても欲しい、オーダーメイドしてみたかったので、頭金として活用し、購入に踏み切りました。結果、高価な買い物になってしまいましたが、自分の足に合わせた靴なので満足しています。また長くなりすみません。最後に味噌煮込みスキーさん、手術無事成功を祈っております。ダンサーさん、スペリ王子も放送応援しています。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、はい。あのね、王子ね、長文弱いんだよね。聞きづらくて申し訳ないです。ん、何か聞きづらい。長文は上手く読めなかったってこと。あの、そっけない。いやいや。そっけない、もう返事はやめてよ。あの、滑りもそうだから、別に珍しくないかなと思って。やっぱり？はい。あ、ダンサーさん。あ、ですね、はい。ダンサーさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。リスナーのハートを逮捕する、ゼリガタ警部です。キウナイゴヤを聞かない者は逮捕だ。やめて。はい、ありがとうございます。今週のテーマ、節約といえば、3月にやっとの思いで新車の軽トラックを購入したので、あらゆることで節約をしなければならないので頭を抱えてますね。まずタバコを完全に禁煙しなければならないこともそうですが、いかに無駄をなくした上で車に関するメンテナンスやいろいろな支払いもやっていかないと考えています。頑張ろう。ダサダさん、マスクマンさん、採用よろしくお願いいたします。今日もまたメールで参加いたします。ああ、車買ったんですか。タバコ、やっぱりね、税金も上がってきてますしね。うん。うん、やめれるんでしたらやめた方がいいんじゃないですか。私の周りでも、やっぱりね、税金が上がって値上がりしちゃったので、やめてる方すごく増えてます。そうですよね。だから今、飲食店なんかでも、吸えなくなりましたよね。そうですね、うん。そうするとね、喫茶店なんかでもね、ちょっと一服っていう感じで入った方が、なかなかね、もう、行くのやめようかなって、ね、なってますので。そうですね。うん、コーヒー飲むだけにね、とどめないと、なかなかあれですかね、お店も入りづらいっていう風になりましたよね。そうですね。あ、ちょっと今ツイキャスの方でですね、小賀力持さん、はい、成功したんです。おめでとうございます。はい。みそりくみすき、手術は成功しておりまして、はい、まだ入院中です。あと、ドギ青空さん、こんばんは。はい、こんばんは。泉さんの特急サナちゃん、こんばんは。はい、ご無沙汰しております。こんばんは。はい。ということで、メールありますか？またメールはですね、次のコーナーの時にしますか、ね、はい、わかりました。はい、じゃあ CM でーす。キウナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071
052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。はい、名古屋は栄養コーナーでございます。今日はですね、はい、ダンサーズとね、王子でちょっとトークしたいなと思って。はいはい。なんか嫌そうだよね。いや、もうまあしょうがないなと。はい、あの結構ね、この節約っていうとですね、はい、あのトイレットペーパー、はい、あれをね、あの長く使う方とこう本当に短くね、はい、最小限にする人いるじゃないですか。はい。ダンサーズはどう？長くっていうのは？あのね、うん、結構こうくる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 っとこう、あの、結構ね、あの、あ、自分でも多いかなって多分感じると思うんですけど、はい、うん、王子はね、結構ね、たくさん使う方なんですよね。はい、うん、で、あの、皆さんどれぐらいなんですかね。はい、二巻き、三巻きぐらいなんですかね。僕は結構ね、あの、くるくるくるっと結構多めに使って、ふきふきしてますので。でもね、やっぱりそれも今こういうご時世ですので、本当はですね、あの、まあ、節約するというですかね、はい、こう短め短めでやっていった方が本当はいいのかなと思うんですけど、はい、なかなかね、なんかね、この薄いのがね、ちょっとあの王子ダメなんだな、こう手の感触っていうですかね、うん、そのトイレットペーパーがちょっと薄い感じがすると、なんかね、手に匂いがつきそうです。あなたあれでしょ、字じゃないの？あのね、ちょっとそういう時ありました。はい、今は感知しております。あの、ちなみにあの、切れた方なんだけどね。おだまり。こんなとこで言う？あ、ジローラモだったんだ。ジローラモ言うな。うん。そうですか。まあ、私、どうなんだろう。どこまでだろう。二巻きぐらいかな、うん。だけど、そういう節約もあるんですけども、実はですね、私もですね、この、ゴールデンウィーク中はですね、ずっとですね、節約というか、もういらないものをどん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 処分してお金にしてました。ネットオークションに出品して、うんうん、これは売れないだろうというものが、うん、結構な値段ついてたり、うん、まあ、ちょっとね、ラジオ投稿でもしましたけど、アルミホイルを売ったんですけども、まあどうでしょう、普通の解体屋さんとか持ってったら1万円か2万円ぐらいだと思うんですけど、6万円になりました。あら、すごい、うん、やっぱりそういうのはあれですね、あの欲しい方がね、あのこう、見ててですね、はい、うん、そういったこうタイミングがよくね、あの、はい、当てはまると高値で買っていただけるっていうのがあるんでしょうね。そうですね、いや、そういったところで、まあ節約になるのかどうかなんですけども、もう本当に無駄なものをどんどん売って、うん、で、お金にしてと。はい。先日もですね、あれは、パソコンの部品なんですけども、本当でしたらもうゴミなんですよ。はいはい。ゴミのものが500円で売れたりとかっていうのはありましたので、いやー、こういったものね、あの、活用してね、うん、ちょうどね、このゴールデンウィーク中暇だったっていうのもあって、
うん、やってましたね。でもその逆のパターンもありますもんね。はい、こうダンサーズなんかこう機械をね、いろいろこう、駆使していろんなものをね、まあ、パソコンになんかつき、ね、作り上げていきますけども、そういった時の部品なんかで、ね、逆にそういう、オークションなり、メルカリなんかでこう安く手に入る場合もありますもんね。あ、そうですね。それを、はい、うまくやってますね。そういうことがね、ありますんで、はい、なかなかね、まあ、そういうふうに、ね、ダンサーズもお金に換えて、もしかしたら、大人の福袋8000円を買ったかもしれません。おだまり。はい。ということで。それは無駄遣いだよね。はい。追加その方で、ドギー青空さん、2人なのにダンサーズさん半分しか映ってない。はい。わざと見切れてるんです。それと、同じくドギー青空さん、大地主。あ、はい。次郎ですね。今はさ、本当にね、はい、ちゃんと治ってますね。たまにね、本当にでも辛いものをね、食べるとね、ヒリヒリしますよ。で、それでね、ちょっと痛める場合もありますけどね。これ皆さんね、経験あるんじゃないかな。いや、それはそうだと思うんですけど、あなたの辛さは異常でしょう。はい。もう最近ね、もう、皆さんね、ココイチ、ね、でカレーハウスありますけども、もう最近ずっとね、10辛食べてますからね。この人聞きました。ココイチ前ってカレー屋さんご存知かと思いますけども、10からでも平気なんですよ。ね、そう大丈夫。最近ねまたあれなんですよね。こう辛さに強くなって、はい、前はね、7から8からとかも食べてましたけど、はい、もう最近ずっと10からですね。でもねちょっと香辛料辛いっていうんですかね、そういうカレーの辛さというよりかね、ちょっとこう苦味も出てきますので、はい、なかなか食べづらい方もいるかもしれないですね。はい、まあ、それよりか辛くて食べれないかな、みんなは。すいません、これって節約の話はどういった関係あるんですか？いや、これね、新陳代謝が良くなって汗いっぱいかいてさ、はい、ね、ワンサイズ、小さい、T シャツが着れるんじゃないかなと思って。はい、ね、ということでですね、はい、以上、今日の名古屋栄養は節約のことでした。はい。キウナ名古屋。はい、続いてですね、またメールをご紹介したいと思います。はい、マロニゲさんからですね。ありがとうございます。はい、マロニゲは今、旦那さんと一緒に1500円貯金というものをしています。それも必ず500円玉を3枚貯金箱に入れるというもの。旦那さんは給料日毎月2日に、マロニゲは給料日毎月15日に、それぞれ1500円を貯金箱に貯金するって感じです。つい2ヶ月前に始めたのでまだ全然貯まってないですけどね。あと前にやってた1日1000円貯金を内緒でやってみようかなって目論んでいます。いざという時にお金へそくり役立ちますもんね。そうだよ。でもね、忘れちゃダメだよ。前にやってた1日1000円貯金は4万円くらい貯めて急な出費が出たんで、あの時からやめました。また始めてみようと思っています。皆さんの上手にお金を貯めるコツを教えてほしいです。いいのこれ、言っちゃっていいの？1日1000円の貯金っていうのラジオで言っていいのこれ、大丈夫なんですかね。うん、旦那さんにバレたかな。バレたりかバレないかと思ったんですけど。でもまあ大丈夫みたい。はい。でもね、本当にね、はい、へそくりとかってどっかしまい込むと、うん、忘れますよね。それをちゃんと覚えておかないと、うん、畳の下にね、昔みたいに引いてたらね、絶対忘れると思うけどな、今の時代。ああ、もう、忘れちゃうね。本当忘れる。うん。だからいろんなところでね、ね、またこれは節約とは話が違いますけどね。老化なのかわからないけど、王子もすぐ忘れるんだよね。でもみんなの顔はちゃんとね、覚えてるから大丈夫だよ。いやいやいや、もう忘れてるよ。もうこれ、リューティーの T シャツが物語ってますね。ああ、そうですか。はい。はい。はい、あ、まだあります。うん。はい、あと、また、卵屋さんからですね。はい、味噌肉虫さん、手術うまくいってよかったです。タコライスのレトルト、カゴメから出てますよ。よく利用してますよ。夏は食べることが多いです。
あこうですね、これ、旅するトマト、タコライスっていう。はい。カゴメから出てるんですね。これも見づらいですねけど、まあ、これをちょっとね、カゴメからのものをちょっとね、検索してもらうと、あ、はい、出てくると思うんですけど、いろいろ、ね、出してるんですね、いろいろメーカーがね。私はですね、ホーメル。はいはい。ホーメルのですね、うん、タコライスのレトルトを買うんですけども、うんうん、これがですね、コストコで安く売ってるんですよ。あ、そうですか。そうなんですよ。沖縄より安く売ってる、うん。あ、そうですか。はい。ただまあ、沖縄もコストコもうすぐできますので、うんうんうん、はい、きっとですね、このタコライスもそこでしたら、うんうん、安く買えると思います。そうですね。有名なスーパーですね。はい。SAさんとか。うんうんうん、経費でさんとか、うんうん、あそこよりは安いと思いますね。あ、ありますね。日曜特売とかやってるからね。はい。はい。はい。で、あとですね、泉さんの特急サザンちゃん、台湾ラーメン辛いのが好きですよね。だか辛くないと台湾ラーメンじゃないでしょう。うん。うん、やっぱり辛さはいいですよ。いいですよね。真っ赤っかってですよね。そうですね。おがちからもしさん、ネット通販のポチポチと、パン内ですよね。微妙に節約してます。いや、もう、ネット通販はまあね、見ながら。うん。あ、これは安いという時に買うという。うん、うん。もう本当ね、タイミングです、だけですよね。そうですね。はい。あと、ドギアゾルさん、顔、換気でしか開かない貯金箱で貯めること。あ、うん、やっぱりですね、本当開かないやつじゃないと。うん、うん。うん。簡単に開いたらね、意味ないですからね。そう、だからね、ちょっと使おうかなと思ったらね、うん、開くものはね、使っちゃいますからね。そうですよね。どうしてももう開かないっていうやつないとね。うん、まあ、それでもね、もう王子は蹴っ飛ばしてでもね、開かすからね。どうしても使いたいときは。あ、そうなの？うん。あれ、プール菌あるんじゃないの？プール菌、それがなかなか、なかなかもう王子には回ってこないんですよね。まあね、うん、王子の場合はどうなんでしょうね。うん。ね、それこそ皆様方にね、寄付金をいただかないとね、もう、とんでもないんですから。お引き取りください。あ、もう帰っちゃうのみたいなね。はい。でもさ、今日はさ、みそちゃんいないからね、やっぱり締まりないよね。そうそうそう。締まりない。もう、まあ、あれ滑りないとやろうとしてたでしょ。じゃあ、やろうかなと思ったんだけど、うん、なんかね、遠くの方からね、病室からね、こう、やめなさいよ。やめなさいよっていうね、声が聞こえてきそうでね、ちょっと今日は自重してますけどね。退場ということでエンディングです。はいはい、それではですね、はい、来週のテーマ、いたー休業していて、お財布が痛い、車のドアに指が挟まって痛い、お尻が痛い、こんなメールをね、いただきたいと思います。この番組は陸上海上輸送を一貫サポート、東海協和、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、ではまた来週よろしくお願いします。ありがとうございます。来週はやるか。今日もお聞きいただきましてありがとうございます。味噌煮込み式不在でしたけども、うん、いかがでしたでしょうか。そうだね、うん、ちょっとね、やっぱりね、締まりがないんだよね、うん、ね、王子のお尻と一緒かな。あ、行っちゃった。いや、本当にですね、ちょっとね、滑りないとしようかなと思ったんですけど、ね、メールもね、たくさん来てましたのでね、ちょっと今日ははい、ということで、はい、以上でございます。来週やるからね、滑りないと。